飲酒、喫煙、睡眠不足、積み重なる不摂生により、この体は過度のストレスにさらされている。この危機を乗り越えるには、働いて働いて働きまくる他にない。働け、細胞ども。不健康な体に働き方改革など微塵も関係ない。これは終わりのない絶望に抗う細胞たちの命をかけた戦い。全世界の過酷に働く人に勇気を送る物語、働く細胞ブラック。過重労働の末に細胞たちは何を思うのか。2021年1月、テレビアニメ化決定。